ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は販売終了になってしまい、今では価格も高騰していて、Amazon などネット通販でかなり高額に取引されているこちらの製品。三菱鉛筆から販売されていますユニアルファゲル。そちらのボールペンをたまたま近くの店で販売されていましたので、すべて買い占めてきました。買い占めてきたといっても、 購入できたのは2つだけということで、おそらくもう入荷されることはないかと思いますので、近所の店でも購入できるのが、この2本が最後の2本になったのではないかと思います。そこで今回は、販売が終了になってしまいましたこちらの製品、どういったものなのか、まだご存じない方のためにご紹介したいと思います。では、早速開封したいと思います。 今回は2つ購入しましたが、2つとも全く同じものになります。映像の方を拡大して、もう少し細かく見ていきたいと思います。拡大するとこんな感じ。一見すると普通のペンのように見えますが、最大の特徴はこの部分。この部分がアルファゲルという特別なゴムでできているのがこの製品の最大の特徴です。ちなみにアルファゲルというのは三菱鉛筆が独自に開発しているわけではなく、他のメーカーが開発している アルファゲルという素材を使っていることもあり、このボールペンの名称もアルファゲルという名称になっています。ですので少し映像では分かりにくいかもしれませんが、この分、強く握りますとこのように、柔らかくしなるのが分かるかと思います。実際に握りますと少し変な感じがしますが、握った際にちゃんと指の形にフィットしますので、長時間 文字を書いたりした場合も手が疲れにくいというのがこのアルファゲルを搭載した製品の特徴です。なお今回購入しましたこちらのボールペン自体はもう生産終了となってしまいましたがアルファゲルを搭載した新しいラインナップとして三菱鉛筆のジェットストリームシリーズとしてもこのアルファゲルを搭載したラインナップが販売されています。今では三菱鉛筆というとボールペンはジェットストリームシリーズが有名ですが この製品に搭載されているインクにつきましてはこちら。普通の従来からの粘度が高いインクが搭載されています。ですので、滑らかな書き心地がいいという方の場合は、ジェットストリームシリーズの方がいいですが、どうしてもジェットストリームシリーズというのは、インクの粘度が柔らかいせいか、書いた中古に擦ってしまいますと、文字がかすれてしまうという欠点もあり。まる、あ、時には、提出しないといけない。 まあまあ大事な書類に書くときは、ジェットストリームではなくて、従来からのある程度粘度のある、固めのインクを使って書くことがあります。ですので、今回購入したこちらのモデルも、そういった提出しないといけない書類関係、そういったものを書く際に使おうかと思っています。実際の書き心地はどうかと言いますと、実際に文字を書いてみると、こんな感じ。 書き始めは多少かすれてしまうところはありますが、十分実用的な範囲で文字を書くことができます。ですので、現在はこのアルファゲル、ジェットストリームシリーズとしてラインナップされていますが、ジェットストリームのインクでは柔らかすぎるという方の場合は、このユニアルファゲルという製品がとてもお勧めできるんですが、残念ながら生産終了になってしまい、今ではアマゾンなどで販売されているモデルも、 価格が不当に上げられて、一本が数千もしてしまうという状況になっています。もしかしたらまだまだ近所の店で、店頭在庫が残っている場合もありますので、こういった製品が欲しかったという方は、早めに残っている在庫を買い占めておくといいかと思います。なお、このようにグリップが柔らかい製品としましては、こちら、パイラットから販売されていますドクターグリップシリーズ。こちらも有名ですが、ドクターグリップの 今こちらに用意しているのは、その中でも比較的グリップが柔らかいソフトグリップタイプがこちらですが、実際に持った感じは、このソフトグリップタイプよりも、さらにこのアルファギルの方が柔らかいグリップになっていますので、長時間握っていて手が使いにくいのは、やはりこのアルファギルを搭載したこちらのモデルかと思います。手が使いにくいグリップを搭載し、なおかつインクもしっかりと描くことのできる、 それなりに粘土のあるインクを搭載したモデル。そういったモデルを探している方は、やはり生産終了になってしまいましたが、このモデルというのは、とてもお勧めできるモデルとなっています。ということで、今回は、たまたまマサルの近所の店に、生産終了になったこちらの製品が、まだ店頭在庫として2本だけ残っていましたので、こちらを購入した結果、 こちらの製品、まだご存じない方のために開封して、どういうものなのかご紹介しました。一応ネットでは購入することはできますが、価格はかなり高騰しているケースもありますので、あまりネットで買うのはお勧めできませんが、参考までに動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきます。そちらも興味のある方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしく。 お願いします。